メルツァリオ A3 は、メルツァリオが開発したフォーミュラワンカー。1979年の F1 世界選手権に投入された。6戦に参加したが、いずれも予選を通過することはできなかった。A3 はほとんど予算をかけることなく開発された。それは、当時最先端のウィングカーの技術に基づいていたが、しばしば時代遅れのコンポーネントが使用され、未熟で、 非効率的なマシンと考えられていた。チームはわずか3ヶ月後に開発を諦め、サードパーティーのマシンと交換した。イタリアのレーサー、アルトゥーロ・メルザリオは1972年から1976年まで、スクーデリア・フェラーリ、フランク・ウィリアムズ・レーシング・カーズ、マーチ・エンジニアリングから F1 に参戦した。マーチが1976年の終わりに契約を更新しなかった後、彼は、 自らのチームをロンバルディア州のカラーテブリアンツァに設立する。1977年シーズンにマーチのカスタマーマシン761バイトで参戦したが、そのマシンは実際には1976年、またはそれ以前の1975年に製造された古いマシンであった。マーチが77年をもってフォーミュラ1への関与を取りやめ、 カスタマーマシンのサポートも中止されたため、メルツリオは F1 での活動を継続するため独自のレースカーを設計することにした。最初に製作したマシンは2台のメルツリオ A1 であった。1台目の a 1, 1は技術的にはマーチ761バイトのレプリカであったが、独自のボディを持っていた。2台目の a 1には古いマーチ761バイトのモノコックに A1、1のボディが装着されたものであった。A1 は2台とも失敗作であった。1978年シーズン、予選を通過したのは8回であったが、いずれも完走できなかった。A1 は、技術的に時代遅れであった。1978年以降、グラウンドエフェクト効果のある車の優位性が予見できた。1975年に遡る。 技術的概念で製作された A1 は、これらの要件を満たしていなかった。1979年シーズンに向けて、メルツァリオは独自のグラウンドエフェクトカーを開発したが、その完成は1979年の春まで延期された。したがって、メルツァリオはシーズンの最初のレースを A1-2 の紹介両版である暫定モデルの A2 で戦うこととなった。A2 のモノコックは、 マーチ761バイト2のものがそのまま流用された。チーム初のグラウンドエフェクトカーであるメルサリオ A3 は1979年4月に登場した。その後の3ヶ月でチームは A3 を予選通過させることはできなかった。それにもかかわらず、それ以上の開発は行われなかった。メルサリオは1979年5月末に、 活動を停止したドイツのカウゼンチームから、シャシーと多数の機材を引き継ぎ、直ちに A3 に変えて、カウゼンのマシンを投入した。これがメルツァリオ A4 とされた。A4 もグランプリの決勝に進出することはできなかった。メルツァリオの製作したマシンの命名について、各文献で統一した合意はない。これはメルツァリオの最初のグラウンドエフェクトカーにも当てはまる。 ほとんどのソースではこのマシンを A3 と呼称している。この番号はすでに現代のレポートで使用されている。後の出版物はこれから部分的に逸脱している。1979年初頭の暫定モデルを A1 ファミリーとみなし、A2 ではなく、A1 バイトと呼称し、1979年4月以降に使用されたグラウンドエフェクトカーに A3 ではなく、 永遠に割り当てている。メルツリオ A3 の設計者は、アルトゥーロ・メルツリオ、彼のメカニックであるサイモン・ハットフィールド、エンジニアのジョルジオ・バレンティーニであった。バレンティーニは30年後、彼の車への貢献はいくつかの基本的なガイドラインといくつかのスケッチに限定されていたと、語った。車の開発と製作の予算は25万ベイドルに制限されていた。従って、設計者は、 以前のメルツァリオのマシンに使用された多くのコンポーネントを引き続き使用する必要があった。これは特にモノコックに影響を及ぼした。A3 はチームが1978年シーズンの前半に使用したメルツァリオ A1-1 のアルミニウム製モノコックを引き継いだ。これはマーチ761バイトのモノコックをモデルにしているが完全に同一ではない。サスペンションは 再設計された。ウィングはボディカウルといった意識となった。エンジンはコスワース DFV の3.0リッター自然吸気エンジンを引き続き使用した。エンジンからの動力はヒューランド F が400、5速トランスミッションを介して後輪に伝えられた。エンジンカウルはなく、剥き出しであった。メルサリオ A3 にはウィングカーとしての要素がいくつかあった。モデルとなったのは ロータス78とリジェ JS11 であった。サイドポッドは前輪から後輪まで伸び、ウィングのプロファイルはサイドポッドの下に取り付けられた。前方から後方に急上昇したサイドパネルとロールバーの幅の広い三角形のクラッティングが目立っていた。設計者の期待に反して A3 にはグラウンドエフェクト効果はほとんどなかった。その主な理由は マーチの構造に基づいたアルミニウム製モノコックであり、そのコアは4年前のものであった。設計が行われた当時は、アンダーボディプロファイルを備えた、ウィングカーは存在しなかった。モノコックは、非常に幅が広いため、サイドポットには、狭いウィングプロファイルしか収容できず、吸引力はほとんど発生しなかった。A3 のもう一つの弱点は、その重量であった。 A3 は 625kg で、前のモデルよりも約 30kg 重かった。重量の増加は、コスト上の理由から一部のシャーシ及び、ボディ部品をチタン、またはマグネシウムから製造できず、代わりにアルミニウム、または鋼を使用しなければならなかったためであった。ホイールサスペンションにも問題があった。それらは、構造的に弱く、破損しがちであった。 メルツァリオ A3 の配色は A2 の配色に従った。基本的なトーンは黄色であり、サイドポットは黒く塗られていた。スポンサーは A2 と同様に、マールボロイタリア、フロールバス、レテがついた。メルツァリオ A3 は1台が製作された。現在はイタリアのコレクターが所有し、時々クラシックカーイベントで展示される。メルツァリオは新車の A3 を レースオブチャンピオンズにエントリーした。これは1979年3月18日に予定されていたノンタイトル戦であったが大雪のためキャンセルされた。その後の2週間でメルザリオはフィオラのサーキットで A3 を使って何回かのテストドライブを実施した。A3 は1979年シーズン第4戦のアメリカ西グランプリでようやくデビューした。 アルトゥーロ・メルザリオは予選で A3 を使用し22番手のタイムで予選を通過した。しかしプラクティスの間に A3 は不均密なロングビーチサーキットの路面でサスペンションを損傷し短時間での修理はリスクが高すぎると考えられたためメルザリオは決勝に A2 を使用した。決勝でメルザリオは14周目にエンジントラブルが発生しリタイアとなった。 続くスペインとベルギーでは2戦とも AA3 で予選落ちする。スペインでは予選再開タイムより1.7秒遅く、ベルギーでは0.5秒遅れであった。ゾルダーの予選でメルツァリオはクラッシュし右手を骨折したため次戦のモナコでは全2戦にカウーゼンから出場していたジャンフランコ・ブランカテリを起用した。しかしながらブランカテリはモナコで予備予選落ちした。 ブランカテリのタイムは断然遅く、彼のタイムはポールシッターのジョディ・シェクターのタイムより12秒も遅かった。次戦のフランスでメルザリオは復帰した。A3 で予選に参加したが、モナコでのブランカテリ同様、最も遅かった。フェラーリと比べるとメルザリオは最高速度で時速 20km 近くの差があった。フランスグランプリの後、 メルツァリオは A3 で使用を諦めた。チームはイギリスグランプリから元はカウーゼンのマシンであった A4 を投入した。A3 はシーズン残りをスペアマシンとして運ばれたが一度しか使用されなかった。アルトゥーロ・メルツァリオはオーストリアグランプリの予選中のアクシデントで A4 を損傷した後 A3 でトレーニングセッションの最終ラップを完了した。どちらの車でも 彼は予選通過することはできなかった。アルトゥーロ・メルザリオは AA3 を現代的でバランスの取れた優れた車と表現した。彼はパフォーマンスの低さは主にグッドイヤーのタイヤによるものであり、彼は十分なクリップが得られなかったと考えている。多くの文献にはグッドイヤーが1970年代後半に様々な品質のタイヤを供給したというコンセンサスがある。 高品質のタイヤは当時トップチームしか利用できなかった。一方、他のチームや小規模なプライベーターには木製と揶揄された品質の低いタイヤが供給されていたとされる。ありがとうございます。